おはようございます。赤月です。今日3本目ですけれども、ライブの予告です。やっとね、スカイプ多分できるんちゃうかなと思うので、ちょっとカレンダーね。2月の17日月曜日と、2月28日金曜日。この2日間ね、うちの子お泊まりなんで、まあ、時間的に余裕があるんでね、ライブでスカイプ連突をもう一回チャレンジしてやりたいと思います。なんかいろいろ失敗しまくってね、設定がうまくいかないんですが、今度はこのタブレットにスカイプ入れたんで、多分タブレットやったらこう音も大きく出るし、ほんでこの撮るのはこのスマホで撮るんでね、まあ、多分やけど大丈夫やろうなと思うわけですよ。それでまあ、月曜日午前中にどなたか練習でねスカイプかけてきてもらう方は募集して、まあ、当日にね時間予告します。で、私は何しろいつも9時前に寝るタイプなんでね、こう起きてくのがちょっと問題なんやけども、頑張ってコーヒー飲んだら逆に寝れなくなるんでね、まあ、大丈夫やと思うんですけれども、まあ、カフェインたっぷりとって夜遅くねライブやるかなと思ってます。んでね、テーマも何も決めてないんでね、どんな話したいかをこうコメント欄に書いていただいたら、そのテーマで皆さんにこういろんなご意見の電話を待ちしたりね、まあ人生相談的なんでもいいですわ。んでちょこちょこさんのライブ見てると、こうスカイプでもこう何人もいっぺんに電話できるんですよね。それ知らんかってね。だからそれ面白いなと思って、まあ、できんのかな、まあ、それも練習兼ねて月曜日に電話してもらって、まあ、私は LINE もできる、どっちも試したことないんでね、スカイプと LINE、 スカイプの方が多いみたいですよね、 YouTube 上では。そうすると LINE の方申し訳ないですが、スカイプにちょっと登録していただいて、スカイプでグループ電話できるのか、ちょっとそれも調べておきます。まあ、また失敗するか分からんけどね、もう何回失敗するんやいう感じでね、ちょっとハード面で問題があるので使い方よく分かって、スマホも使いこなせてないんでね。で、タブレットももう一台やったんですけどね、うちの子がちょっと壊してしまってね、最近そっち側も使い慣れてたんですが、こっち側のね安いタブレットね、すぐ電源切れるんでね、まあ、つなぎっぱでなんとか対応しようと思ってますが、んで、まあ、今とこずっとスカイプはログアウトしてます。うちの子がね触るんでね、今日見てたらやっぱりまたスカイプいじっとってね、あ、よかった、誰にもかけてなかったと思ったけど、スカイプもなんかパスワード設定できたらいいんやけどね。だからうちの子が今毎日これでね YouTube 見まくってますんでね、でうちの子がいるときはスカイプでじゃないわ、動画配信できないんですよ。まあ横でガチャガチャ言うし、もうスカイプじゃないわ、 YouTube の動画流しまくるし、そんなわけでできないんですけどね。だから今何とも考えてないんやけども、私大体そのオープンチャット見ながらね話すっていうのがね、もう頭真っ白になってしまうんでね、もうこの際リスナーさん頼みで、リスナーさんがテーマ決めて勝手に電話でなんか喋ってほしいなと思ってるんですけれども、ほんでこう猫がね今気に入っててね、猫ってね、うち犬は3匹飼ったことがあるんですけれどもね。で、猫は、それはでも親が飼ってたわけで、私は自分の意思で飼ったのは猫だけなんですよ。その猫もね、まあ、大昔なんですけどね、もう、親の社宅に住んでたんですけどね、広い社宅でみんな庭付きの社宅だったんですよ。だからその猫が、私がちょっと大昔に離婚した時に、その猫連れで出戻りしたんですけどね、その猫ちゃんがこう、野生になってしまってね、その社宅の中で。なんと、メス猫のボス猫になってしまったんですよ。で、読んでも帰ってこないしね。で、社宅なんでね、すごい環境が良くて、外部の人間一切入ってこないんですよ。で、車も入ってこないしね。ほんで、みんなそれぞれ広い庭のある社宅なんでね、猫が来たらこう、餌あげる人も容器いるわけですよ。だから、猫は家に着かないっていうのは、その通りやなと思う感じでね、野良猫がいっぱい住みつい、野良猫じゃないのも混じってると思うけれども、まあ、その中でボス猫みたいになってね、君臨して読んでも帰ってこなくなったんですよ。私もこうずっと仕事してたんでね、家にいないんで、まあ、うちの親が読んでも帰ってこないということでね、まあ、そのまんま私は家を出るしね、まあ、悲しい別れになってしまったわけですよ。だから今でもね猫は好きなんですよね。で、犬は私の意思じゃなしに
飼われてたことがほとんどね。それもまあ悲しい別れをしてきたわけで、まあ、動物は本来好きなんですけどね、今はもう賃貸だから何も飼えないし、ほんまやったらその猫探しに行きたいんですけどね、今寒いから行かれへんけども、あ、猫ちゃんでね、あのそう言ったら最近去年か、あの悲しい思いがしたのが、やっぱりあの本来やった猫好きやねんけども、その固めの潰れた猫がね、にゃーって私に近づいてきたんですよ。で、私びっくりして思わずこう引いてしまって、こう追い払ってしまったんですよ。それがもうすごい心にの中に残っててね、もうあれだけが辛いっていうかね、私 もう勇気があったりとか、そういうお金もあったりしたらね、その直してあげてね、でも飼えないしね、まあ動物っていうのも大変ですよね。あのそれで好きなのが、あのアニマルエイドやったかな、あの海外のあのドキュメンタリーで、動物の傷ついた動物をね、こう救って治療して、その元気になるとこまでをね放映してるあの YouTube 動画があるんですけどね、それを割と見ますよね。でも最初ちょっと見るの怖かったんですよ、あまりにも悲惨な動物のね姿が、あのサムネに上がっていて、でそれをこう、まあインドの人の動画が多いかな、こう毛布でうまいことくるんでね、こう連れ帰って、こうなんていう、治療してどんどん元気になっていく動画なんですよ。あれ見るとね、もうものすごく嬉しいんやけども、最初の悲惨な姿がねちょっと見るの辛いですよね。でもその後どうなってんのかなって、その後また野生に返してんのか、それとももらい手を探してるのか、まあインドとかこう人間自体こういろいろね、やっぱりホームレスも多いやろし、その辺がちょっと疑問ではあるんですけれどもね、まあ、日本でもその、まあ、動物の保健所処理をやめていく自治体も増えてるそうですけどね、大変ですよね、お金もかかるし、こうそういう方の救済してる方はこう自腹でこうお金を出して、まあ、猫とか犬のね避妊手術をして、こうまた野良に返してるのかな、それとか里親探しとかねされてるそうで、あの偉いなとは思うんですけどね、私はそういう資金的余裕もないしね、そういう時間もないわけですけれども、あのドイツなんかはそもそものもうペットショップを廃止したそうですよね。ですからそのペットっていうのはそういう野良をこう里親として引き受けて、まあ、避妊もして、あのそういうのをこうもらい受けるんですって。そういうのがきちっと整っていて、だから殺処分がない国なんらしいんですよ。ですからその動物を飼うにもちゃんと資格をね、あの決めて、こう飼い主希望の方にこうちゃんとしたこう質問をして、果たして最後までね面倒を見れる資格があるかどうかっていうのをテストして、その上であの里親になっていくようなねシステムが整ってるそうなんですよね。ですからあのペットショップがない国っていうのがね、あ、ドイツすごいなと思いました。だからそうかと思えばね、あの犬猫食べる国もあるし、まあ、食生活についてはねとやかく言えませんけどもね、まあそんな感じで、あの動物も救われて、まあ、避妊が問題ですよね。避妊手術ってやっぱ結構高いですよね。そんな野良猫相手に、で野良猫の避妊手術したここの耳のとこにね、こう部位で切り込み入れるそうなんですよ。もう避妊手術済んでるっていうのね、あ、そういうこともあるんや。でお医者さんでもボランティアでね、あのそういう避妊手術をしてはるようなお医者さんもねいてはるそうですけれども、そういうのが全国にね広がってみたらいいと思うんですけどね。ですからあのブリーダーとかねペットショップもいいけれども、まあそういうのがなしに、まあ、ドイツみたいにその殺処分なしに動物たちをね引き受けるような人たちが多くできるシステムがねできたらいいなと思ってます。まああの2月17日ライブ配信、2月28日金曜日ライブ配信予定してます。またその日になったらね、あの予定時間とかねアンケート取りたいとは思いますけれども、よろしかったらコメント欄にこんなテーマ話したいとか、あの伝達 OK とかね言う人いてはったら、まあ、希望の時間帯なんかもねコメント欄に書いていただいたらありがたいです。でよろしかったらチャンネル登録高評価ボタンもよろしくお願いします。